くれたって。え、おお、何これ。強い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 、敵たち強いよ。どう、まあまあいい感じ。58のやつはいい感じ。こいつ434もらった。572だった。どんだけもらえんの。423。すごいな。いやー、お勤めご苦労様でございます。いいぞ。はい、どうもありがとうございました。あー、これも後で売れるな、スーパースレッジはね、あのあれになるんですよ。プラスチックができるんで、ショットガンの弾のために必要ですね。アサルトライフルは売っていいな。いらない。行こうか。よいしょっか。いやー強いなー、セントリポットくん、あ、またレベル上がったんだ、小杉さん。いいねー、また、まあ、あの私も500っていうのが出るのはちょっとビビるわ。チャキーン、出るねー、出るね、上がるねー。これパーティーいればいるほど上がるもんね。ね、パーティーのカリスマをねつけてる人がたくさんいれば言うんですけど、私ねもうカリスマつけてないんですよ全然。俺つけてますよ、あの一人でやってるとね、カリスマがね、なんか俺でこれよいしょ。40レベルぐらいの鹿って言われても、まああんまもらえないね。やっぱもらえない、あのあいつらと比べると君か、ね、全然もらえない。所詮は植物か。もうね、草食動物はみんな食われちゃうから、光ってても。弾がなくなってきた。10ミリ後で作ってもらおう。はいはい、鉛があればね作れるよ。もう鉛ねえんだ。ないから作れないよね。私もないんですよ、さっき作っちゃったから。パイプライフルの弾あげるから、それで撃ちまくってれば、あ、それで当ててればいいんじゃない。ああ、それで持ってるわ。私、あの数千発持ってるから、いらないんですよ。ここ、ここ、駅、駅。ただ、10ミリ弾もあげればいいのか。考えてみたら、あるな、多分。あげるよ。いっぱいあるの。もう19か。そうなの、19なのよ。あと、6レベルでパワーも切れるから。なんか、ああ、あれか。防御力がね上がるのが大きいよね。全然食らわなくなるんだよ。そうしないと。本当？私はとりあえず撃っちゃいますけど。この多い。これアメリカ政府補給し申請って何？あのタワーから。要請できる、あの補給物資を。あ、それたくさん持ってていいと思う。いくらでも、うん、いくらでも拾っていい。なんかあのグール君が一方落とし、あ、間違えた、森口君だこれ。あ、ごめん。お前じゃねえよ、いらねえよ。そっか。森口君は俺まで待ってって言われてる。あ、本当？ちょっと待ってね。マジじゃ周りのなんか、うん、邪魔だなぁ。ゼロツミサイルランチャースコーチッだね。ホワイトスプリングの情報パワーマルを使わせてますか。売らしてー。
ああ、でもこいつからも俺にも売れるんだよ。まあ、いっぱい売れる。いっぱい売れてていいわ。売るもんいっぱいあったわ、確かに。この Your service, sir. アイテム買いてしょ。はい、オッケーです。お待たせしました。はい。どうぞ。どこ？箱？は？箱？何？あ、箱が、え、どういうこと？箱って。ああ、この駅の中のね、ね、どこかな。外か。外。そこら辺にほら、あったあったあった。あった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 。じゃあ、これから。よいしょ。これあれだよ、もう例えば今夜か明日の夜かわかんないけど、片野さんがもし来た時に、え、もうっていうよ。え、なんだよ。一応ね、小菅さんのレベルは抜かしたいって言ってて、11レベルだったよって言ってたから、13レベルぐらいになったんですよ。ああ、うん、上がったでって。もうってドンバイ。さあ他のとこ行こっかって私たちから食べそうなると。弾薬自販機に売れるかな、なんかそれ売れないんじゃなかったっけ。あ、売れそう。売れる。あ、売れねえわ。買うことはできると思うんだけど。こいついくら金持ってんだ、そもそも君。200キャップだと思うよ。少なお前。200でしょ。うん、でもね、そうでよかった。お前なんか200キャップ分しか売れないんだけど、でも10がね、10とか大抵ね、あんま高くないから、売り値が10キャップとか15キャップとかだから、高くいっても大体3とかね、8とかね、レジェンダリーは。あ、これツーショットっていいやつなんだ。やめて、それ売らないで。いまだに強いんだから、普通のショットガンより。それの方が50レベル、ん ?45 レベルのショットガンより強いんだもん、それ。これ売って、あ、これも売れるんだ。あー、これも売れるのか。はいはいはい。もうじゃあボンボン。いやー、これさ、250キャップとかのなんか設計図、うん、どこで売れるの。え、どういうこと売れるって。設計図、設計図、設計図売りたくてしょうがないんだけどさ。あれ設計図売れないんだ、ここ。うん、売れない。じゃあ買うことしかできないんでしょうね。あ、じゃあ売れないんだ。うん、プレイヤー間ではほらできるかもしれないけど、そういうことですよ。だからいらないもん、読んだやつはね、全部捨てればいいと思う。ゴミだから。だよね。ゴミだよね。だって他のプレイヤーとね、やり取りしたってね、いらないってなったらいらないからね、もう。あれ？あれ？小杉さん、これ見て、これ。はあ？これ死体じゃん。スコーチビーストの。だよね。なんだそれ。誰かここで殺したんだ。へえ。だからこのさ、入るところなんじゃん。うん、多分ここ寝てない、誰か。寝袋なんだけど、気のせい。これ違うのかな。いや、ここには置けないと思うんだけど。ほら、これもともとあったんでしょ、ここには。あったのかな。うん、多分そういうことだと思う。ちょっともうちょい入れてこれ。居住地の全部パクと。居住地の中からはね、中には作れないんですよ、キャンプ。ああ、居住地じゃねえ、なんだっけ、ロケーションの中には、名前付きロケーションの作れないよね。そうそうそう。じゃあなんだ、どうなってんの。もともと置いてあるんでしょ。で、そこで寝ると病気になるんですよ。ああ。いつもの。売れるもの全部売ってくるわ。売っちゃって。やべえ、夢中になったら食い物は腐っていくわ。そうなんだけどな。まあいいや、ね、あるんだ、いっぱい飲み物も。食い物も。いらないっす。ぬかクオラ、なりますわ。ぬかクオラクオンタムがね、大量になるわ。あ、そうか、肥料必要になってくるな。ちょっと、あ、でも違うんだよ、肥料ね、いっぱいあるんだよ。カバン入りのね、堆肥をね、大量に持って帰ってきてるね、私。分解しては持って帰って、分解しては持ってきてるんだけどね。いらねってなってくる。ほら、目につくジャンクは全部拾ってくじゃん。ああ。
やばいね、ジャンクだけで今現状で言うと150あったのか、はい、まだまだ少ない方だけど。そうで問題点が、あのパークでジャンクの重量を軽くするとかできるんですけど、あの軽くなってるジャンクっていうのは自分で持ってるやつだけなんですよ。だからしまってあるものっていうのはだよね。そうだから、それはもう分かった、うん、特にパワーアーマーは重いじゃん、銃あるじゃん1個フレームが。で、あのまさかのパーツ1個10以上するから、絶対ねパワーアーマーね 2.5 にして持ってた方がいいんだわ。しまうと銃取ってくる。コンバットショットガン、コンバットショットガン、まあ撃ってていいか。オートレーザービス、ビスルイヤー、邪魔や。At your service, sir. 目の前に邪魔です。イングラクションは見えねえよ。やろう。売るぞ。ダメダメ、売らないで。てかでも渡せるのすごいよねこれ。あ、使っていいよって。ミサイルランチャーいらないかな今。使えないなら売っとけば、うん、いらないよ。まあそれか分解するかね。分解してパーツにしとくか。まあでもな、あんまパーツいらないよな。ミサイルランチャーね、クエストでね、追尾機能付きの3発連射ってやつがあるよ。もらえるから。いるんですそれ。あのスコーチビーストに使えるから。飛んでるスコーチビースト。あーはーはー、そういうことね。明らかにね、飛んでるスコーチビースト対策であれ。それかあのほら、カーゴボット、救援物資持ってくるやつ、はいはい。あいつ落とさないといけないから、多分4人でミサイルランチャーバンバン撃ちまくったら落とせますねあれ。4人いないと倒せない系のものがいくつかあるから。スコーチビーストはいいんだけど、あのカーゴボットは落とせないんだよ、威力高い武器を。そうそう、飛んでっちゃうからみんな。ああ、そうだから、ミサイル、核ミサイル撃ちたいんですけど撃てないっていうのはそこもありますね。誰かと一緒にやんないといけないっていう。なるほどね。そうだから4人でも5人でもいいから、あのレベルをね上げてもらうべく、おみかさんにも買ってって言ったけど、おみかさんまだ買ってないなあれ。あー、とうとうゼロになった。お、ニアキャップこいつからパクってった。あー、やったじゃん。どうした、まだ売れるもあったかな。87か、May I be of assistance? 。すげえいっぱいあるな。すげえいっぱいだな。5.56 あればマークスマンシビアハンドメイドが使えるのに。さよなら。それやっぱ AK じゃないの？ AK 系のやつ。AK、AK 系っぽいけど、見た目 AK か。いや、変てこな見た目してるから、あれだよ、別のパーツがついてると。どっちかで言うとね、ちょっと待って。ハンドメイドライフルは、はい、AK、AK、AK のやつ。AK、AK、うん、そうそう、はい。セレクターが AK。そう。場合によってはね、なんじゃこりゃってなるんだけど、うん、ついてるパーツによってはね、多分 AK だと思う。何売ろうかな、何売ろうかな、バーボン、あ、お酒全部売っちゃっていいや。俺、お酒全部売りました。中毒になっちゃうからね。お酒。Serve and protect.May I be of assistance? とりあえずワイン。
ウイスキー、ウォッカー。わっ、フュージョンコアガチで重いんだ。そう、重いの。フュージョンコアより、フュージョンコアよりフレームのが軽いんやで。苦笑い。じゃあ戻りますか。ちょっと直さなきゃいけないんだ。何を？え、武器。ああ、そうね。折れちゃったよ。よいしょ。イエーイ、走れるぜ。私今名前どこに何レベルって書いてあります？65。65か。ああ。あー、これ飲食してもあれか、ラット値増えないのか。あー、そういうパークついたんだ。あれ、ラット値つけるのめんどくせえ。なんか腕取れてるでしょ。かわいそうだな。動き回るなよ、マリジー。あの、ショットガン使えばいいんじゃないかな。あ、焦った。それ遅いから、ショットガンの方が速いから。ショットガンの方が速くて強いから、ショットガン使って。ほれ。だってショットガンでしょ。うん、明らかにそっちの方が強いから。うん、知ってる。お、使って。その方が早いから。どうしよっかな。弾作ったじゃん、いっぱいあるでしょ、弾。これが一番弾あんもんな、今のところ。おお、後ろ後ろ後ろ。はい、後ろや。おお、よかった。やっぱりあれだね、多少武器のあれも変えられるようになるとやっぱ長持ちするな。まあ一瞬で来れたから。そう、あれね、ないとダメなレベルだよ、あれ本当に。じゃあまたあれかな、グルガリかな。うん、お眠な時間になってからグルガリですね。グルガね。モリシマのパイプピストルっていう弾もあるじゃん。あ、ここにね、ホロテープあるってさっきの。一応集めとこじゃん。本当、あ、本当だ、集めとこ。はい、これさっきの他のプレイヤーが置いてるキャンプですな。だ、ね、あ、違うわ違うわ、これあれだ、あっちの方だ。モールマイナーが撃たれてる。死んだわ。死んだわ。全滅したわ、かわいそう。俺もうもしレベルアップできる、またレベルアップできるのか。まったく早いな。これで19になってるからね。さっき19になってたからね。あ、キャップだ。あ、ショットガンの重量が 30% 軽くなり、リロードが。それいいよ。これは必要だな。うん、リロード遅くて困ってたんだよ。OK。どんぐらい速くなったか。まあ、カチョカチョやってればね。まあまあね。わからん。あ、ごめんなさい、ここにレジェンダリーのフェラルグールがいる。32。うん、おいでおいで。ゴミやん。何持ってたかわかんないから。どこ？ほら。ああ、寝てたのか。いいの。やめろー。病気をつくな。レジェンダリー。トラブルシューターズブラックパウダーピストル。
やば。ロボットに 30% アップ。うん、何？強選手の中国将校の剣。出た、中国将校の剣。なんだよ、中国将校の剣って。チャイニーズオフィサーズソードだよ。そのままだよ。うん、まあ、読めるわ。そのままだわ。英語でもわかるわ、誰やって。あとで分解ですね。あー、そっか、これ分解できねえ。まあ、だから、後でまた売りに行くんだよ。多分ね、でもその時はね。え、私1000。その時ね、多分ね、もうまだ売れないと思うんだよね。あの時間が、時間で回復するんだけど、まだ多分200キャップ持ってないと思うから。おう、おう、うまいもん。ちょっとね、あの売店君たちはね、みんなあのあんまりよろしくないんですよね。あの懐事情が、ね、うん。前は売店自分で作って自分のところで売ってたからな。あれおかしいよシステムって。もう前は買えば向こうにキャップが行ってたはずなんだよ、ね、今回は買ってもなぜか補充されないんだよ向こうのお財布に。物々交換という謎の現象。そう、物々交換できないね今回。てかさ、弾鉛がないからそろそろやばいね。そうっすね。どうやっていいんだよな。空き缶とか。ああ、拾ってんだけどな、一応、定期的には。あのね、さっきからね、これやってるから空き缶あんまりないじゃん。あ、そっか。そうなんだよ。だから、まあ、25ぐらいになったら、あれじゃない？一旦、やっぱ、ね、ジャンク探しに行かないといけないんですよ。やだ。ずっとこれやる。だから、そうなったら、一緒に、荒野に試しないといけないの。じゃあ寝ますか。ちょっと待って、あのアイテムを改定させておくれ。あ、はいはいはい。だからね、このゲームはちゃんとお出かけしないといけないっていうゲームなんです。なんでお出かけしようね。あ、やべ、パワーマー修理しなきゃ。ちょっとパワーマー修理そうね。だんだんさすがに心惹かれていく。お？フェラルグルだなこれ。あ、どこや。まあ、いいや。いや、これ家壊してる。いた。いた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 。すげえ位置にいる。どこ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 。ああ、なんてことしやがるお前。我が家がもうめんどくさいんだよこれ。直しといて。うん、直った、ね、俺目の前でね、壁貫通してるの見えたわ。うん、うわっうわっうわっとか言ってるからもう何しちゃうんだよと思ってた。よし、じゃあまずはコンロで回復アイテムを作るといつものやつですね。はい、作れるものはグリル、発酵肉のステーキ。おいしそう。モネだ。次は？はいはい。火薬がいっぱい作るんだね。よし。で、移すと。あ、とうとう。ん？とうとうダメなのか。何が？あ、そうか、中国食いらねえ、中国。中国せパイセンのせいで。中国パイセン。中国パイセン何も悪いことしてないよ。中国パイセンだいぶあのあれを食らっておられる。あーん、180発作って鉛なくなった。許さねえ。お薬、あ、アルミもなくなってきたな。おお、やべえ。うん、あとであれだよ、本当に行かなきゃダメかね。
そうだよ、行かなきゃダメだよ、これ行かなきゃダメなのよ、行かなきゃダメなのよ。いや、じゃあ寝ましょうか。これで、あ、寝ましょうか。オッケーオッケーオッケー、了解了解。ちょっと私そこで寝るんですけど。いや、一緒に入ってもいいんだよ。ここだけ壊せねえかな。てか、寝てないんだよ。おい、早くしろ。嘘で寝てないんだよ、小杉さん。今やってる。降りないといけないから。小杉さん、上でね、マイケル・ジャクソンみたいなポーズ取ってるわ。パウって言ってそうな感じよ。うん。だって、膝ついてるもん、ベッドの上で。いや、膝ついてないんだ。膝を、いい感じで曲げてる。いい。そして、静止してた、今。やべえ。はい、十分な計測を得ました。はーい。まだまだ。あ、もうちょいやりとくよ。オッケー。まだまだ PP の盛りじゃ。オッケー。まだまだ PP の盛りじゃ。まだまだ。オッケー。よし。行くぞ。このね、このシステム人間にも欲しいよね。十分な休息ピタってな、眠るのやめるっていう。ふっ、寝たっ。俺は寝たぞ。わかる。よいしょーっと。俺いい加減早くこのヘルメット邪魔なんだよな。やべえ、小杉さん足伸びてる。気持ち悪い。足と腕が伸びてる。早く行くよ。おい、時間ないんだよ。違う、生身のままなのに。生身のままなのに。違う、生身のままなのに。見た目はパワーバー並みに手足が伸びてる。気持ち悪い。やばいってそれ。あれ、いない？あれ？あ、いるいるいる。え、見えないんだけど。うわー、めっちゃいる。え、見えないんだけど。あ、一体だった。嘘つき。え、いないんだけど。え、攻撃されてんな、私。いないんやけど。え、何も見えないよ。え、嘘。ほんまにほんまにほんまに。いやー、いっぱい来てる。あははは。ウェンディコイルのマジでいないんだけど。え、画面に見えてないの私。え、撃ってんだ、マジかよ。損じゃん、こんなん。ひどーい。読み込めてないわ。あ、で、それ他のプレイヤーを気をつけて。はい。いやー、痛い。リロードできない、リロードできない。もしくは追われてるでしょ。いや、見えないのよ。弾当たんないし。撃ってるんだけど。森地君やばい。いないと結構きついぜ。え、これ当たってる当たってないの、これ。当たってない当たってない。これ当たってる、合わない。え、やばいな、これ。俺のところ打ってくれ。あ、じゃあこっち行って、こっち行って私の方来て、こっち。それ違うプレイヤー、それ他のプレイヤー。それ知らん人、それ知らん人。はい、はい、オッケー。うっ、あった。あ、森彦追われてる。え、どこにいんのこれ。え、ひどい、マジかよ。読み込めないってないんだね、これ。あ、撃っちゃいそう、撃っちゃいそうだから。撃っちゃう、絶対撃っちゃダメ、それは。オッケー、よし、やった、これ、うん、これ、OK。ごめん、これ、この後一旦落としてもう一回やり直すね。ダメだ、これ、見えないわ、なんも。まあ、小杉さんのね、体がやばくなってるからね、やばいなとは思ったんだけど、案の定だった。だって、手足の長さやべえもん。超アスリートみたいな。ええー、ちょっと録画しとくね。